約20マイル、県北部にある、ビリー・シャティオンは、ブリー地方とウルポア地方の境にある。コミューン面積の約75%が都市部で、農村地域は約10%でしかない。セーヌ川の左岸地域にあり、ビリー・シャティオン湖の大半が、コミューン内にある。ビリー・シャティオンを流れるセーヌ川ゴシック建築のサンドに、境界ビリー・シャティオンは昔、 ビリー・シュル・オルジュとシャティオン・シュル・セーヌの二つのコミューンに分かれていた。どちらのコミューンも、域内を流れるオルジュ川とセーヌ川を地名に取り込んでいた。シャティオンとは、小さな城を意味する。ビリーとは、ラテン語のビリアカム、または、バラヤカムに由来する。ガロローマ時代の土地所有者のナベラスが所有する野原を意味する。991年にビリーは、 偏教の報道であった。1093年、論本ンンの陶器大帳に、ビリコとキャスト・アロニオの名が記されたのが、最古の名称の記録である。1118年、ルイ6世がモンレリーを相続すると、ビリー領主になり、シャティオン集落は、フランス王領に併合された。ビリーはすでに、キリスト教の教区に組み込まれていた。 13世紀に建てられた教会は、聖土にに建造されていた。1790年、2つのコミューンが合併され、ビリー・シャティオンとなった。1867年、鉄道のビル・サンジョルジュ・モンタルジ線が運行を開始し、二酸化系素の堆積岩や砂を採取し運搬するため商業港が貸しに作られた。不仏戦争では、ビリー・シャティオンは、 プロイセン軍に占領された。1909年、世界初の飛行場、ポール・アビアシオンが作られた。第一次世界大戦中には、飛行場を、フランス空軍、ベルギー空軍、イギリス空軍が利用した。1919年に起きたセーヌ川洪水で、浸水したため、飛行場は閉鎖された。長い間、ビリー・シャティオンは、 農民と漁民が暮らすセーヌガ市の村だったが、20世紀に入って人口が急増した。第二次世界大戦後のベビーブーム、都市人口の郊外流出、海外植民地からの引き上げ者急増で、かつて農地だった土地に、高層集合住宅や広大な新築ができた。現在、ルノー F1 が、ビリー・シャティオンをフランスにおける、本拠地としている。 パリ郊外のサントゥールルージュに含まれるビリー・シャティオンは1953年から1995年まで中道右派が支配的で以降はフランス社会党と結びついた左翼政党が市長職についている。フィッシュ・カーム・ナール・ディーオキュペーション・レ・ソウルズ・シュールル・サイト・デール・エオリフ・コンサルトル10例語2009フィッシュ・レビリー シャテオンシュールルサイトジュクイド、コンサルトル27-08-2009ポートアビエーションルプレミアエレドロームでエル、イストアールモンディアレでエル、アビエーションシュールルサイトでギルロイコンサルトル A2-09-2009 セレブレーションズジュセンティネールでポートアビエーションシュールルサイトジュミニステルデラカルチャーコンサルトル A2-09-2009 ありがとうございます